はい、どうも、マノチです。よろしくお願いします。栄冠9やっていきましょう。今回はね、地区大会だっけ、直前まで、進めていきたいと思います。1ヶ月ぐらいしか、撮らないんで、まあ、動画自体はすぐ終わるかなと思います。はい。ユニフォーム、変えました。はい。ただね、まあ、ちょっと試合始まってみないとわからないんでね、今ここで見る見た目は、そこそこかっこいいんじゃないかなと思うんだけど、試合始まってみてだよね。で、まあ、大幅な変更とかはしないけど、まあ、ちょくちょくな、変えはあると思います。わかんない。なんとも言えない。よし、やっていきましょう。まあ、ユニフォームは変えたんだけど、満額、学校の名前は、変えずに行きます。個人的にね、結構気に入ってはいるんで。ちょっと待てよ。プロ野球選手のとこ泊まること考えて、1でスカウト、2でパン屋、3でプロ野球かな。これでいきましょう。どうだろう。悪くはないか。なんかボディがかっこ悪いか、ラインがかっこ悪いかな。かっこ悪さが中途半端なんだよな。ダサいならダサいがいいんだけどな。まあ、試合始まってみてだな。はい。ニークラ、イサシキ、ジャイアン。そうだね。ジャイアンでいこうかな。ニークラがいいかな。なんかニークラ黙っててもなんかスカウト評価上がっていく気がするんだよな。ジャイアンで。はい。あ、よ。いやー、やべ、違和感めっちゃあるな。ユニフォーム。あ、初めてタイヤ。タイヤ初めて。はい、おう、はい、おう、奥平、うん、素晴らしい。3で、いきましょう。いや、なんかいいことあればいいけどな。はい、おう、藤野。いや、かっこいいな。オーラが半端ねえな、やっぱりプロは。あ、そうなんだ、今2軍なんだ。頑張って。うん。あ、そんだけか。そっか。4。ちょっと占い師泊まりたいね。性格変えたい選手が何人かいるはいるんだよね。はい。うん。おう、そうかそうか。はいはい。はい。1。オクトーバー。やべ、恥ずかしかったわ。自分で言ってなんだけど恥ずかしかったわ。いやー、じゅんさんなー。まあ、能力的にはいいんだけどね、結果がちょっとついてこないんだよね、3番バッターとしての。まあ、ミート継続で。変化球磨くで。そうだね。うん、これで OK です。弾道上げよっか。弾道アップ。はい。ドラちゃん。ここで内野手もできるようになればだいぶ化けるは化けるんだけども、守備力高いんだよね。サブポジ、サード、ジャイアン、パワーアップ、オッケー。勇気、そうだな、守備で、はい、うん、マスコパワーでオッケーです。はい、小湊総力、どうしようかな。肩欲しいな。ショートだしな。肩 C あればだいぶ変わると思うんだよな。補給か肩だからかな。うん、ミートで。海賊王、そうだな。
まあ今ねチームのねカラーが、投手力守備力アップだからねこれやっときましょう。できればね全体的には守備メインでいきたいんだけど、伸びたねとりあえずねちょっとミート。はい、ガックンは万能で、はいはい、ね性格丹波打ち切り、あこれ変えれないわ、受け入れない。はい、ねちょっと待てよ、選手データ変えたいのがね、ジュンさんと、ジュンさん変えたいかな。そんなもんかな。スネオも変えたいかな。ジュンさん、スネオ、ちょっと普通ってのがね、あんまり好きじゃない。2-1でいきましょう。オッケー、はい。あ、めっちゃ勉強来るね、いいね。あ、プロ野球選手いる。あれ、二見じゃないかな、ロッテだもんね。お、いいね。おう。性格、いやスネオかジュンさん来てほしいな。ジャイアン今お調子者、お祭り男か。いや、うん、変えない。パン屋さん泊まりたいね。いやていうか低い数字しかねえや。どうする、使うか。ただ今1がいっぱいあるから、パン屋3にも泊まりやすいし、二見のとこにも泊まりやすいんだよね。ちょっとこのまま行くか、行こう。お、ガックン16歳おめでとうございます。はい、おう、うん、よし。お、いいね、ドラえもん。はい、1、パヤンさん。いやー、なんかいいこと起こんねえかな。はい、うん、そんなもんか。3でいいな。いや、静香ちゃんかわいいな。はい、そういえば2015、パワープロ2015がもしかしたら出ないかもしんないんでしょう。昨日コメントで教えてもらったけど。ん、狂犬を誇るクリス君は玉入れで大活躍だったようです。へぇ。やべ、体育祭で初めていいことあったわ。はい。うん。お、ロッテ優勝。お、優勝後の二目に会えるのか。どうしよっかな。2使って入っちゃうか。入っちゃおう。はい、お、2ぐらいいいね。なんかすげえ面白い。コメントでも言われてっからね、いろんな学校に二人いるって。お、臨時コーチ、お、お願いします。悪いこと教わるなよ。うん、ムード罰ではなくなった。あ、そんなの持ってたんだ、知らなかったけど。なんかマイナス能力がなくなったんだね、いいことです。あざす。黄色マス止まりてえな。はい、これはあれだよね、シードとかないもんね。旭川東？俺やったな。やったな。やった記憶あるな。うん。
はい。いや、ドラえもんいいね。ちょっと守備要員として全然使えるぐらいになってきたんじゃない？はい。ちょっと先に見てみよっか。確か俺やってるはずだよ。旭川東やってる。あ、それこそ地区大会の1回戦だ。8対5で勝ってますね。やだね、やだね。なんか嫌な数字だね。なんか何とも言えずだね。8対5は、まあいいでしょう。わからない、結果がわからないぐらいが面白い。ちょっともう一マスずつ進めてって、ちょっとでも能力上げようぜ。おう、はい、お、助かる、最高だ。これ、いやー性格変えてえなー。じゅんさん変えてえかな。一番はい、性格ガックン。今何、熱血感、あの、変えない変えない。はい、1だな。お、ドラフトが目の前にありますね。はい、お、いいねいいね。グラウンドは大事にしましょう。うわー楽しみ、これは楽しみだね。今までの中で一番期待できる世代だよね、ボブ世代が。そのプロ入りってこと考えたら、みんなそこそこ、ちょっとルイージがきついかなって感じか。どうしてもね、スタメンの期間も少なかったし、というよりスタメンだったことがないかもしれないし、ただキノコ、マリオ、ボブ、ピッチャーで言えばクッパ、ピーチ。ぜひボブにはドライチかかってもらいたいな。でキノコこうあたりはドラさんとかにかかってもらいたい。楽しみですね。まあとりあえず、試合ですね。次は前評判し、だいたいうちとトントンぐらいだべ。勝つべ、勝ちましょう。いやー、まあ問題はね、ボーダーなんだよね。お、スネをミート C いってるでしょ。まあ前回ね、ここでこういう風にして結構ハマった感はあったから、これでいってもいいかなって気はするけど、まあここは調子だね。調子いい方一番かな。同じ調子ならスネを。3番だよね。3番ユーキ、4番クリス。いやー4番が弱くなるな。じゃあ3番クリスか。あ、ミート C いってる。いや5番にしよう。もう迷わない、ここは迷わない。3番ジュンさんがね機能しなすぎたから、もうここは勇気持って変えてっていい場面、変えてっていいでしょう。そうだね、9番ライトはその時の調子で。ガックンあれだな、弾道上げときたいな、上げときたいな。うん、こんな感じかな。うん、こんな感じでしょう。まあとりあえず丹波、1番で、はい、よし、これでいきます、これでいきましょう。本番は勝ちたい。
勝ちたいな。まず勝とう。あれだよね、え、確か1回でも勝てば春の可能性出てくるんだっけ。2回だっけ。地区大会、あ、1回でいいのか。1回勝てば可能性出てくるんだ。だよ、でいいんだよね。だって去年は1回勝っただけで、甲子園行ってるから。甲子園って文字がすげえかっこいいな。北方大付属にボッコボコやられたんだね。あんまり記憶ないわ。白老ともやりてえなー。いつかリベンジかましたいね。よし、今回はここで終わろうかなと思います。はい、いやーちょっと楽しみだな。なんだっけ、地区、秋の地区大会か。楽しみですね。多分同じぐらいだからさ、それが一番楽しいよね、やっててね。よし、そんじゃ今回はここで終わります。明日は秋の地区大会、頑張りましょう。必ず勝ちましょう。勝ちに行きましょう。あ、そう、そういえばね、ごめんね、終わりかけに。そろそろ選手にアイテム使ってみたらどうだと。まあ俺にはこういういいものもあるしね、ちょっと使ってみたいよね。まあ今回は使わないけど、そうだね、なんか新しい1年生とか入ってきたらなんか使ってみよっか。よし、そんじゃ今回はここで終わります。明日頑張ります。